張してるの？なんでいるって。これから謎のハッカー K に会いに行くんでしょ。エリカが心配だからついていけって。一人で行く約束？でもエリカが一人と一匹なら大丈夫って言ってたよ。行かない方がいいと思うな、私。無償で何かしてくるなんて気持ち悪いってエリカも考えてたよ。絶対何か裏があるって。あれ、ユージが来たよ。エリカに聞いたぞ。これ以上Kに関わる奴の狙いが何である？デモンズはザクソンで潰される。放っておけ。毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。お前に何かあったら俺たちが迷惑するだろうが。行くなら二人でだ。結局人間も二人になっちゃったね。心配するな。俺は姿を隠してついていく。お前もそいつの端末の中に入ってろ。いいか、深追いはするなよ。ジニー剣のことさ。力で観客を集めて偽りの賛美に酔っている。そうだ、私が K だ。会えて嬉しいよ。まだそれを明かすわけにはいかない。だが、そうだ、この名の由来くらいは教えてやろう。ギブスンを読んだことはあるが、他の有名な日本語、これは少しヒントを与えすぎかな。答えは、君自身が気づかなければ意味がない。私の正体を問うため、その言葉そっくりそのまま君に返そう。
君は一体誰だ。君は本当に君か。一度も疑問に思ったことはないのか。借り物のアバターで、借り物のアカウントでデータ化され、解散が可能になったこの仮想世界で、どうして自分が自分だと確信できる。現実世界でさえ、水槽の中の脳である可能性がある私たちの意識は、エデンのシステムの普及によってより曖昧なものになってしまった。大勢が何の疑問もなく行っている記憶のデータ化は、実は人の意識の根幹を揺るがす可能性すらあるのだ。よく考えてみたまえ、エデンで君は本当に君であり得ているのか。エデンでこうあろうとしている姿と現実の姿、どちらが真に自分なのかと。そいつのヨタ話に耳を貸すんじゃねえ。リュウジ、出てきちゃダメだって。私も出てきちゃった。黙って聞いてりゃグダグダ。そいつのメンツのために様子を見ていようと思ったが、ここいらが我慢の限界だ。煙に巻いた言い回しばかりしているが、要はデモンズの黒幕がてめえだったってだけの話だろ。悪事を別のやつに押し付けておいて自分がハッカーを導く？聞いて呆れるな。こいつを付け狙う理由は何だ。悪事をしてもらう。彼が心配でわざわざついてきたんだ。ご立派リーダーじゃないか。だが君は私に説教なんてできていいんじゃないか。さて、話はここまでだ。約束を叶えて邪魔者を連れてきた報いを受けてもらおう。自分が一体何者か、よく考えておくことだ。気が向いたらまた犯人の情報を送ろう。君が真実へと近づき、早口になるはずだ。追うのは後だ。来るぞ。さあ、行こう。
悪くなかった。終わった？あー、怖かった。お疲れ様。あ、その目はひょっとしてまた私が戦闘に参加しなかったことを責めてる？言ったでしょ、サポートしかできないって。それにあんな大きなデジモンとバトルをすることを考えるだけで膝が震えちゃうだろう。ようなことをする野郎だ。気づかなかったか、あいつがしていたことに。奴はコマンドなしでデジモンを動かしていた。うん、デジモンでのバトルはハッカーが同じエリアからデジモンに命令して戦わせるもの。それなのにあいつはこの場にいないのにデジモンに命令していた。ケイはそこらにいるハッカーとは違う。リュウジが言いたいのはそういうことでしょ。バトルはともかく理解力はこいつのが上だな。そうでしょそうでしょ。これで分かったな。これ以上奴には関わるな。奴の正体が何者か知らないが、得体が知れない。深入りは危険だ。それに終わったようだな。帰るぞ。